ミス2対0で高木聖光が勝利。よってベスト4は東芝姫路 A、 サンライフ、東芝テスコ、高木聖光ということになりました。皆さんこんにちは。今回は全日本実業団ソフトテニス選手権大会女子の試合を中心にお伝えします。その準決勝2試合を藤原さんと一緒に振り返ってみたいと思います。ということで決勝戦は東芝姫路対高木聖光の対戦となりました。それではこれから女子の決勝戦です。どうぞご覧ください。真夏の静岡県草薙総合運動場庭球場です。セミの鳴き声が響き渡っています。これから全日本実業団ソフトテニス選手権大会女子の決勝戦が行われます。この女子の決勝に勝ち進んできましたのは、初めての優勝を狙う高木聖光と大会2連覇を狙います東芝姫路 A の対戦となりました。さて解説は藤原さんです。藤原さん、東芝姫路 A と高木聖光の対戦です。この大会の決勝です。どんな戦いになりそうですか？両方とも実力あるチームを持ってますので、はい、非常に楽しみな決勝になると思いますね。東芝姫路はA ですけども、大会2連覇を狙うことになります。なんといってもオーダーを変えてきません。玉泉上島がまず最初の戦いです。勢いがありますよね。そうですね、アジア予選から勝ち続けてますので、その勢いをどこまで高木聖光のキム選手が止められるかというところじゃないですかね、はいはい、さあこれから決勝戦第1試合です。画面向かって手前側が高木聖光、キム、浜田、画面向こう側が玉泉、上島ペアです。この会場は朝から強い日差しが照りつけています。風は緩やかな風が吹いています。さあここで両ペアを簡単にご紹介しましょう。まず画面向かって手前側、高木聖光、キム、浜田ペアです。後衛がキム・チウン選手、富山県立高岡西高校出身です。今年の全日本インドアで優勝しました。そしてそのキムとペアを組む前衛の選手が浜田瑞希選手です。日本体育大学から今年高木聖光に入社しました。今年の女子選抜では2位に入っています。一方の東芝姫路 A です。玉泉上島ペアです。後衛が玉泉晴美選手、中村学園女子高校出身です。今年の
アジア予選見事優勝しまして、アジア大会の切符を獲得しました玉泉晴美。その玉泉とともにアジア大会の切符を獲得したのが前衛の上島歩美選手です。姫路商業高校出身、入社2年目の選手です。以上の両ペアによって争われます女子の決勝戦の第1試合です。さて解説の藤原さん、はい、まあ、なんといっても上島選手の思い切りのいいプレー、そうですね、この大会も光ってますよね。はい、玉泉選手とキム選手のストロークをどれだけ 上島選手あるいは浜田選手が、はい、ポイントできるかと、これも一つも大きな楽しみのところですね。そのキム選手非常にストローク好調のようですね、はい、さあ決勝戦の第1試合です。第1ゲームです。サービスサイド東芝ステージ A チーム玉泉上島組、玉泉のサービスでこの決勝戦第1試合第1ゲームが始まります。プレーボール。白とグレーのユニフォームが高木聖光、赤と黒が東芝姫路 A です。さあチャンスボールは浜田です。ここはきっちりと決めていきました。今年の春からペアを組みますキムと浜田です。後衛のキムは春までは浦地とペアを組んでいました。ここは上島です。まあ、なんといっても藤原さん、上島はここでも届くのかというところに追いつく、それが上島の持ち味でもありますよね。そうですね、勝負をしようと思った時に思い切ってポーチに走りますので脚力も相当ありますから、金選手も注意して打たないと、取られまくりになるんじゃないでしょうかね。はい、上島はここは動きません。上島、ここはバックアウトだ。一瞬のスピード、男子選手顔負けのものを持っています。上島歩美です。去年のこの大会から玉泉とペアを組んでいます。は散らします。おっとここはキムが見送りました。この玉泉の持ち味に強烈なストロークがあるんですが、ここは技ありできました。しっかり構えてますので前衛も、上を待つことができないですね。はい、両ペアともに2ポイントずつ上げています。ガッツポーズを見せたのは高木聖光の浜田。さすがに決勝戦だけあります。緊張感が漂っています。さあまず最初のゲームは高木聖光のペアが取りました。さあ東芝の金地監督はどんな指示を送ったのか、この辺りどんな指示を送ったと予想されますか。もう 3-0 ですから、はいはい、自分のテニスも思い切って攻撃していけということでしょうかね。はい、ここもバックアウト。
セブンゲームマッチですから、このゲームを高木聖子が取りますと、まずこの第1試合勝利を収めることになります。ここも抜けてきました、キムガッツポーズ。完全に流れは高木聖子、キム浜田。準決勝までの玉泉上島がこれまでのところ見られません。そうですね、翻弄されておりますね。ここもバックアウト。さあ早くもこの第1試合マッチポイントを迎えました。高木聖子のキム・浜田ペアです。意外な展開となりました、決勝戦の第一試合です。アジア大会日本代表ペア追い込まれています。玉泉ネットインです。ここは意地を見せました玉泉。東芝としては1ポイント1ポイント返すだけですよね。そうですね、もう1本1本積み上げていくしかないですね。おっとここは返せません。さあまず決勝戦の第1試合、キム・浜田ペアが玉泉・上島ペアを破りました。第2試合です。高木聖子は大西・前田ペア、一方の東芝・姫路が辻・砂本ペアでこの決勝戦の第2試合に臨むことになります。さあここで簡単に選手をご紹介しましょう。まず画面向かって手前側、高木聖子です。大西前田ペアです。後衛が大西麻美選手、淀の水高校出身です。今年の東日本選手権で1位になりました。そしてその大西とペアを組む前衛の前田選手、長身の選手です。九州産業大学出身の前田選手です。一方の赤と黒のユニフォーム、東芝姫路です。辻砂本、後衛が辻美和選手です。今年の東京インドアで優勝しました。そして全日本女子選抜シングルスで優勝しています。前衛が砂本幸子、辻とペアを組んで東京インドアで優勝しました。以上のペアによって争われます女子の決勝戦第2試合です。さて藤原さん、まず第1試合は高木聖子が取りました。迎えた第2試合です。辻砂本と大西前田の対戦ですが、どういう対戦になると予想されますか？高木聖子は勢いに乗って、2手目を取りたいというのと、東芝姫路の辻選手がという精神的な強さもありますので、はい、しっかりと高木聖子の勢いどこまで止められるかという戦いだと思います。これも素晴らしいストロークを持っている者同士ですので、はい、好ゲームが展開されると思いますね。さあ決勝戦第2試合です。この第2試合で高木聖子が勝利を収めますと、この大会初めての優勝ということになります。大会2連覇を狙うのが東芝姫路 A です。さあ決勝戦第2試合です。高木聖子、白い帽子をかぶっているのが大西、サンバイザーが前田です。うまく落としたのが前田。藤原さん、この長身の前田、相手のペアにとってはかなり威圧感ありますよね。そうですね、やはりポジションを詰められますと打つ箇所が少なくなりますのでね。
続きましたが、最後は大西のバックアウト。ただ大西も負けずと打っています。ここはサイドアウトです。ただ準決勝での高木聖子、大西前田ペア接戦となりましたが、粘りのあるいいプレーを見せましたよね。そうですね、諦めずに自分のテニスを途中からも自分のテニスに戻してきましたから、ここもゲームを競っていけばチャンスはあると思いますね、はい。前に詰めていくのが砂本。辻と大西の応酬、最後はネットにかけました大西です。さあ第1ゲームはゲームポイント、東芝姫路 A の辻と砂本です。今年の西日本選手権では3位に入りました辻と砂本です。なんといってもこのペア安定感が抜群ですよね。そうですね、十分東芝姫路の大将という感じですね。勢いのある玉泉上島ペアがまず第1試合で敗れました。その玉泉上島の雪辱、辻砂本が果たすことができるでしょうか。でもこの1本のポイントをしっかり取っておきたいですね、勢いを止めるためにも、はい。辻はなんとか返したか、大西打ったサイドアウト。さあこの第1ゲームは辻砂本ペアが取りました。さあ第6ゲームです。ここは大西バックアウト。どうですか、こう最初の 1,2,3 ゲームあたりまではほとんどバックアウトありませんでした大西です。このあたりは心理面が大きく大きいですね、なってますか、はい。ここも前田のリターンがサイドアウトです。流れは完全に東芝です。私も行ったんでじっくりテニスをしてもらいたかったところですけどね、簡単に2本行ってしまいましたね、はい。高木聖子の大西と前田、ここで踏ん張ることができるか。見えましたがどうでしょうか。大西が今のは出たのではないかとそういう抗議をしていますが、副審が確かめます。アウトですか。精神のもとに駆け寄って確認します。さあジャッジはどうでしょう。今のは認められなかったということでしょうか。さあそしてマッチポイントを迎えました東芝姫路辻砂本ペアです。さあチャンスボールは砂本、最後は砂本のスマッシュが決まりまして、この女子の決勝第2試合辻砂本が大西前田を逆転で下しています。
さあこれから女子の決勝戦第3試合です。さあこの決勝戦3試合の両ペアを簡単にここでご紹介しましょう。まず画面向かって手前側、高木聖光です。後衛が玉泉美幸選手です。鹿児島南高校出身です。北信越インドアで1位になりました。そして前衛が上水純子選手です。昭和学団出身の選手です。白い帽子をかぶっています。一方の東芝姫路 A チームです。後衛が岡本真奈美選手、高田商業高校出身です。西日本選手権で2位に入りました。前衛が松村陽子選手、東九州龍谷高校出身です。西日本選手権では2位に入っています。以上の両ペアによって争われます女子の決勝戦第3試合です。さて解説の藤原さん、1対1で迎えた第3試合です、はい。まあ、ここは非常に両ペアにとってはプレッシャーのかかる試合ですよね。そうですね、まあ、どんな戦いを予想されますか。両ペアとも勝負がかかって1対1で回ってくるのはこの大会初めてですので、はい、やはり出足の2ゲームぐらいが自分のペースに乗れるかが、はい、そこが両方ともペアの課題じゃないでしょうかね、はい。さあ女子の決勝戦第3試合です。まず第1ゲーム、最初のポイントは松村。ベンチも盛り上がります。さあ今のプレーご覧いただきましょう。チャンスボールが松村の元に高く上がりました。今度は玉泉です。玉泉美幸選手は東芝姫路の玉泉晴美選手と兄弟です。玉泉晴美選手が妹となります。ベースラインを割りました。先ほどから少し風が強くなってきました。静岡県草薙総合運動場定休場です。風上に立っているのが高木聖光の玉泉上水、風下が岡本松村です。これは返せませんでした松村。さすがに、まあ、この試合で勝敗が決する、そして優勝が決まるとだけあって両ペアともに気合が入ってますね。入ってますね。去年に続いてこの大会2連覇を目指すのが東芝姫路の A、初めての優勝を狙うのが高木聖光です。これはサイドアウトです。わずかにアウト、いいコースでやってきましたがサイドアウト。さあ第1ゲーム、ゲームポイントは東芝姫路の岡本松村です。ここはサイドアウト。さあまず第1ゲーム、東芝姫路の岡本松村が取りました。先ほどおっしゃいましたこの
風下に立った時のプレー、ね、レシーブで焦りすぎるとミスが出ますからね。サイドアウトです。このあたりどうでしょう、焦りが少し垣間見られるのか。いいコースだったんですけども、はいはい、ギリギリを狙っていきましたがわずかにサイドアウト。そしてゲームポイントは岡本松村。ここは大きくアウトです。狙っていった松村です。ここは決めに行きましたね、はい、思い切って行きましたけどね、力みましたね。さあまだ最後の最後まで分かりません、はい、このゲームを岡本松村が取りますとファイナル、玉泉上地が取りますと高木聖光この大会初めての優勝ということになります。岡本松村が取りました。ゲームカウント3オール、そしてファイナルです。これもちょっと風で押し戻されたのか返せませんでした。さあまず最初のポイントは東芝姫路 A。 玉泉と岡本のラリーが続きます。死力を尽くす両後衛ですが最後は岡本のリターンがアウト。そしてサイドが変わります。今度は風上に立ったのが玉泉上水、風下が岡本松村、両ペアともに1ポイントずつ上げました。レシーブがミスにならないかどうかですね。攻めには行きたいところですけどもミスにしちゃうと流れが一気に向こうへ東芝行くと思いますけどもね。まずは丁寧に返してそこから攻めることを考える必要がある、はい、無理をしないでレシーブで無理をしないでということですね、まあ、玉泉の威力がありました。さすがにこう風上に立ちますと玉泉上水いいプレーが多くなっています、はい、岡本選手のファーストサービスが入ればいいんですけどもね。1目は高木成功です。
さあこのセカンドどのように攻めていくのか。よく粘った岡本、玉線強気に行く、最後バックアウトです。素晴らしいです。玉線最後の最後まで攻めまくります。岡本もよく持ちましたけどもね、はい、これでもかこれでもかというぐらいに攻めてきます。玉線4ポイント目が上がりました。次第に追い込まれてきます。岡本、松村、東芝、姫路、ここはセカンドを丁寧に返していきたい。おっとダブルフォースト、ここで痛いミスです。これが第2試合の二の舞にならなければいいんですが、ミスで1ポイントを失った玉泉上水。4ポイントが玉泉上水、2ポイントが岡本、松村、そしてサイドが変わって今度は風上に立ったのが岡本、松村。攻める気持ちを玉泉選手が持ち続けるかですね。この風下に立った時にどのようなリターンを返していくのか。まず最初のレシーブ、どうしても風下に行った時にポイントが上げられません。玉泉上水、さあ4ポイントが玉泉上水、そして3ポイントが岡本、松村。両ペアともに4ポイントずつです。さあどうですか、追いつかれた玉泉上水。そうですね、もう集中して力まずにやっぱり攻めていかなきゃダメでしょうね。この1本欲しいという時にさっきから力みは出てますのでね。はい、3ポイント連続で上げたのが岡本、松村。ファイナルゲームです。おっとサイドアウト、上水が狙ってきましたがサイドアウトで、そして逆転です。岡本、松村、この辺りの心理的な状況どうでしょうか。いい形で攻めていったんですけどもね。そして先ほどのダブルホールドを引いてなければいいんですが、さあ女子の決勝戦大詰めを迎えました。ファイナルゲーム、なんとか返した玉泉。岡本、岡本です。さあそして東芝姫路マッチポイントを迎えました。
完全に流れは東芝姫路。さあこのまま押し切ることができるのか岡本松村、それとも踏ん張ることができるのか玉泉上水。大会2連覇へ向けてあと1ポイント、岡本松村。今度は風上に立った玉泉上水です。6ポイントが岡本松村、依然としてマッチポイントが続いています。そして5ポイントが玉泉上水。さあマッチポイントです。岡本松村、ストから狙っていきました岡本です。おっとここサイドアウト、ガッツポーズは上水。執念を込めた一打だったですね。最後の最後まで粘りを見せます。玉泉上水並びました。両ペアともに6ポイントずつ上げています。驚異的な粘りです。玉泉上水、松村、玉泉返しています。岡本と玉泉の押し、さあチャンスボールは岡本、ラックアウトです。さあ再びマッチポイント、東芝姫路へ岡本松村。次のポイントを決めると全日本実業団この大会2連覇を達成することになります。東芝姫路 A チーム、第1試合が玉泉上島、第2試合辻砂本、そして迎えた第3試合岡本松村。大接戦となりましたが、最後はあっけない幕切れでした。そうですね、大きな大会の大事なところというのはあっけないミスが出るもんですよね。はい、それにしましても本当に決勝戦らしい見応えのある戦いでした。はい、そうですね、白熱した戦いでしたね。この女子の決勝戦、はい、振り返ってください。はい、実力者通りの実力チームを持った者同士の戦いということで、はい、意地と意地がぶつかり合いまして、最後はやはり心の動きというものが大きかったですね。3試合目、はい、以上ご覧いただきましたように、東芝姫路 A が2対1で高木聖光を下しまして、この大会2連覇を達成しました。姫
姫路 A の皆さんです。そして金地監督、砂本キャプテンです。おめでとうございます。どうもありがとうございます。金地監督おめでとうございます。はい、ですね、本当最終ゲーム本当にハラハラする激戦で、最後の最後まで気が抜けなかったと思うんですけれども。そうですね、うん、一番手のね、やっぱり玉泉と上島がね、あんなに簡単に負ける思わなんだし、うん、ね、もう気持ちが焦りすぎてね、なんか空回してた感じですね。はい、で2番手の辻井砂本もね、今回あんまり良くなかったんやけども、やっぱりね、もう意地ですわね、1-1になってくれたから、もう3番目もうちょっと勝てるんじゃないか、簡単に勝てるんじゃないか思ったんですけども、あれはまあ負けのゲームでしたね。最終的にはやっぱり試合経験とか、ああいう大会にね、決勝まで去年も3番で決めたんで、そこらが経験がなんか生きて、勝てたんだと思います。ありがとうございます。では放送席お願いいたします。はい、実況席です。金地監督おめでとうございました。ありがとうございます。第1試合ですね、玉泉上島ペアが敗れた時、正直いかがだったですか？そうですね、案外もう4ゴールやったんでね、案外もうなんか次に頑張ってくれるような気がしましたね。あれがセットで負けたら2番目も負けてたんじゃないか思いますけどね。はい、で第2試合で辻砂本ペア、はい、逆転見事でしたよね。はい、そうですね、よく頑張りました。もうね、途中までキャプテンの砂本もボール追ってなかったんですけども、美味しいとこ全部もらってね、いつもこの子のやる仕事なんです。はい、藤原です、おめでとうございます。どうもありがとうございます。先生、もうおかげさんで勝てることもできました。2試合目の2アンでリードされた時、はい、辻選手よく何本もしのぎましたよね。そうですね、はい、やっぱりね、辻のテニスですね、あれが粘ってで自分の全員に取らすいうのがね、はい、やっぱりこの持ち味がね出たと思っております。はいはい、砂本選手何本かそうやって辻選手がしのいでくれてくるときに、はい、4ゲーム目5ゲームあたりからやっと自分の考えがまとまりだしたというような動きになってきたんですけども、その辺はどうなんですか？はい、ゲームの中で前半中盤後半と合わせて、はい、はい、1-2 ゲーム目に何本か取りに行ってミスしたボールがあってですね、なんか自分の中で取れたのにっていう気持ちばっかりで空回りをしてしまって、その時にコートチェンジした時に監督の方に意地見せろって言われまして、そこでなんかもう絶対取ってやろうと思ってやって、なんか思い切って行ったら取れました。はい、ちょっとこう目にね、こう涙ぐんだ跡がある砂本選手なんですけれども、本当に皆さんおめでとうございました。見事全日本実業団選手権優勝、東芝姫路 A の皆さんでした。ありがとうございます。おめでとうございました。